多分させた。どうだろう。よし、いけました。ちょっとアイロン、準備完了。こんばんは。すごいため息をついてしまいました。こんばんは。とんでもなく前髪が長すぎてやばいよね、これ。なんかこの間もさ、コンサートのさ本番前にさ、めっちゃ大きいため息をついちゃって、じゃあ無意識だよ、すっごい。なんかそう、したら近くにいたハタゴンさんにさ、ガチで心配されて「大丈夫?」みたいな、「なんかあったの?」みたいな言われて、「いや全然今無意識でした」みたいな言ったら、「いや本当に頑張ろうね本番」みたいな声かけてくれた。さすがに優しすぎた。さすがに優しすぎるハタゴンさん、すごい。なんかすごい心配してくれて優しい人だなって思いました。優しい人だなって思った、その時。こんばんは。今日は寝てました。すごい、あのお仕事とか頑張ってる方からしたらすごい申し訳ないんですけど、寝てました。今日はガチで寝てました。お昼まで寝てた。あれとでも通常運転なんだけどね。通常運転なんですけど、なんか長すぎるからさ、巻いたところでって感じだけど、まあまあまあ、ちょっと明日切ろうな、切ろうかな前髪。これはちょっとダメですね。そう、明日なんかラジオ入って、今日メール来た、明日はラジオですみたいな、いきなり来るやんって感じなんですけど、まあいっか、こんなんで。ただ喋ってるだけだし、ね、ちょっとまあ長いか。いいんじゃない。これだけが気になるな。これ。こんばんは。明日はラジオですって急に連絡がね来てね、今日のお昼ぐらいにね、起きたらなんかそんなやるような連絡が来てた。でもラジオはラジオでも集合がねとんでもなく遅くて、そう、こんな時間に行かなきゃいけないのっていうぐらい遅いんだよね。そう、なんか遅いと逆にさ、そう、この時間から行かなきゃいけないってちょっとなっちゃうんですよね。まあいいんですけど、全然行くけど、まあ、行かないって選択肢はないから行くけど、そう、めっちゃ遅いんですよ。2じゃないよ、確かに2じゃないよなんですけど、そうなんです。こんばんは。
明日はケーキ出てくるかな。ケーキね、私でも結構ね、にじゃないよさん、東海ラジオさん、にじゃないよさんは私が入って次の年から毎年ケーキくださるんですよ。そうだから嬉しいんです毎回そう毎回ケーキね、そうサプライズでねプレゼントしてくださるんです。でもちょっと早い気がするな、今年はまだわかんないけど、そう毎年そうケーキいただいてますね。誕生日毎回お祝いしていただいて、2週間でしょ、2週間って結構じゃない、すごい取りだめてないとさ無理だよね多分、直前な気がする今は結べない、てかケーキあるかなってなんかちょっとズーズーしくないズーズーしくない、そうでもない、なんかそんな私でも毎日そんな気でいきませんけどね、あんまりあったら嬉しいなぐらいで、あるよねっていう前提ではいかないんですよ毎年このお誕生日近い時の収録はこんばんは、てかもうすぐで誕生日ってことにも驚いてるわ、早いね、あっという間すぎてびっくり、さすがにちょっと早すぎません？こんばんは。早いね。もう19歳か。やだな。ラストティーン、そうそうです、ラストティーン、すごく嫌だラストティーンって、やだ私もそんな年になっちゃったんだ、すごい悲しい悲しい、すごい嫌だな、シンプルに嫌だ、こんばんは。今日インスタライブしようと思ってたんですけど、明日にするね、明日メイクしてるからちょっとさすがにインスタライブすっぴんではできないので明日やります。こんばんは。今日はよく寝れた、めっちゃ寝ました、何時間寝たかな、10時間、11時間ぐらい寝ました、10時間11時間ぐらい寝たかも、めっちゃ寝ためっちゃ寝た、やばいよね、びっくりした、起きてなんかここまでなんか一回も起きずに寝れちゃう自分にもびっくりするし、そう。びっくりです。とりあえずでもなんか毎日リハもしてたからそんな体も痛くなくて、別にそう筋肉痛とかもそんなない、なんか筋肉痛ってより普通になんか
どこかがちょっと痛いみたいな、そう感じなんですよね。昨日まで背中と肩らへんが痛かったけど、今日別になんもない。特にどこも痛くない。そうなんかリハ毎日本当にしてたから、そうそんなになんか体力とかよりも気持ちの方がしんどかったかもしれん。そう気持ちの持っていき方がねしんどかったですね、ちょっとだけ。でも始まっちゃえば楽しいもんです、公演も。なんか意外と早く終わったなーって感じだったかも。まあでも別に珍しくないじゃないですか、そんななんていうの、こんな公演コンサートとかライブの次の日公演とか。そうだからさ、で手綱ってなんか毎回そうなんだよね。なんかゼップ名古屋の次の日手綱だったし、この間も一番シャッフルの初日かもそうだったし、あとゼロポジ収録した日次の日手綱とかもあったし、なんか何かの次の日に。なんかあれなんですけど、そんなね、そう、こんばんは。そのメンタル武器よね。え、これですか。え、みんなそう思うんじゃないの、メンバー。わかんないけど、でも出てくださいって言われて嫌ですなんて言えないっしょ。そんなこと言ったら次から出させてくれないですよ、公演なんて。この日出れませんなんて言ったことないです、今まで。さすがに言いません、そんなこと。全然出ます。まあお仕事ですから。お仕事であって、それが48グループの魅力じゃないですか。そう、そんなこと言ってられないですよ。こんばんは。昔みたいにほぼ毎日公演してる劇場に戻って、なんかそう、なんか本当に体が動かなくなる、本当に毎日してないと。毎日っていうか本当週何回か、やっぱ人間ですからちょっと忘れちゃうんだよね。いや動けば大丈夫みたいなところはあるんだけど、やっぱりどうしても忘れてるもんは忘れてるから、適度に行きたい、本当に劇場に。なんか本当昇格する前とかはさ、バックダンサーアンダー出て2分間 MC 行ってバックダンサーしてみたいな生活を送ってたから、本当に毎日劇場。なんかコロナ禍になってそれができなくなって、劇場行くの毎回久しぶりとかになるのすごい悲しいんです。こんばんは。
そう、なんか K2 始まってるじゃないですか。本当になんかもう始まった聞いたにゆみさんから本当にもう今日もうやってるよみたいな言ってて、みファンの人と一緒のタイミングで知ってさ、めっちゃびっくりじゃない？よりはまだマシですねって言ってた。なんか S はびっくりだったじゃないですか、その新公演っていうものに対して何にも、なんて言うんだろうな、そのこのチームがしてたから、こう最初だったから、その新婚をいただくのが、そうだから試しながらみたいなやってたけど、その K2 はその S みたいなところがあるから、そうまだ S よりのは言ってましたね。そんなにみさんは昨日私が歯磨きを持っていくの忘れたんですよ、くれました優しいけどカバンの中に、カバンの中見たら歯磨き入ってて、間違えて、しかも新見さんからもらった歯磨き捨てちゃった優しいと思った、あすいません新見さん、今度謝ろう。多分捨てちゃった。2分半映像ね、めっちゃ面白かったね。私一回も出てなかったの。大丈夫？ちょっとでも、ほんのちょっとでも映ってなかった、びっくりした。本当に映ってなかったよね。びっくりだよね。ちょっと誰も出てなかったよね。手がクリームパンみたいだったご飯食べてる時の映像がさ、なんか手がドアップでこうポンって映っててさ、クリームパンみたいな手してました。可愛かった。あの映像で新見さん初めて見たけど、そっくりでしょ、カビゴンに。めっちゃそっくり。そっくりとかの問題じゃない、もう新見さんがモデルなんじゃないかレベルなんだけど、似すぎ。カビゴン見ると毎回思うもんだって、あ新見さんだってなる。こんばんは。あ、初見の方だ。ありがとうございます。SK48 チーム S のしぐれつきです。こんばんは。ありがとうございます。私も今日やっと見ました。ないから、そうなんか、そんな、なんか割と最近なので、収録した日が、収録っていうか撮影した日が、すごいちょっとだけ懐かしかった。
こんばんは。かゆい。こんばんは。バンジーってやっぱり死んだな。そうだし、なんかバンジー飛んじゃったから、なんかムービングステージとか本当になんか怖くなさすぎて、結構みんななんか涙目になったとかメンバーが言ってて、こなんか普通になんかもう怖いんだよ。なんか違った怖さがあるんだけど、動くから。そうなんだけど、別になんか言うてそこまでだなって思っちゃうようになっちゃったね。そう、なんかやっぱ 200m 飛んじゃったから、大してなんかそこまで怖いものなしになった気がする。いや分からんけどねそうだからムービングステージ上がるよみたいな聞いてたし、花道も、まあ、2m だから、あそんなもんかって良くないよね、ほんとこういうのね。これからほんとなんかどんどん悪影響がありそうですけど。やりたいですね。スカイダイビングの方がなんか楽しそう。いる人があってさ、バンジーはさ自分で行かなきゃいけないけど、じゃないよね多分。あれ、そういうやつ。でも楽しかったパンチ。なんか放送でもほんのちょっとだけ映って、何時制みたいな予約なんですよ、14時から。で、私は何時ぐらいだったかな、14時ぐらいに飛んだんですけど、14時ぐらいに飛んだんですよ。そうで、一緒に飛んだ人がいて、そう4人ぐらい一緒だったんですね。そうなんか私の前に3人組で来てて、そうなんかほんとなんかその人たちめっちゃ面白くて、なんかもうバンジーとやってました。やっぱいろんな人がいるんだなと思って。結構いろんな県から、神奈川から来たって言ってました、岐阜まで。そうすごいよね。それですごいなんかその撮影許可みたいな一応したんですね。その「未完全 TV」っていうテレビ番組で、そのカメラ今回してるんですけど、映っても大丈夫ですかみたいな。じゃ聞いたら、え、いいですよみたいな、すごい優しくて、そうなんか、え、SKE の方なんですかみたいな言ってくれたから、あそうですみたいな、名前も言ったら、そうもうすっごいノリよくて、なんかもうめっちゃ知ってますみたいな、もう大好きですみたいな言ってくれてさすがにノリがいい人たちだなって、ちょっと面白かった。長柳さんが聞いてくれました。
より大人な感じだったけど、すごい陽気を感じた陽気を感じました。すごい陽気を感じたね。うん、ずっとでも「なんかやばいっすね」みたいな言ってて「そうやばいっすね」ってずっと言ってました。え、出てこんばんは。そんな神奈川から来てた人と愛知から来てた人がそういて、そう2人神奈川県。ユズポは陰キャ、いや決めつけんな陰キャだけど決めつけんなよ、ちょっとひどいんじゃないのそれはいや陰キャですけど何か悪いんですかまあそんなすっごい陰キャではないと思ってますけど、陽キャではないね何決めつけてんねんにてんてんでした。わ、にわかだ。にわかじゃない。ちょっと良くないんじゃないの。にわかですか。あ、値段は2万8000円らしいです。2万8000円らしい。まあまあ高いよねまあまあ高い。待って、めっちゃ足しびれた、痛い、最悪、痛い。左足が今しびれてます。こんばんは。八期の陽気は見やまるではないよ八期は別に陽気はいないと思うな。陰でもないんで、言っちゃったらどちらでも属し、どちらにも属してない。人見知りは多いんじゃないわかんないけど人見知りは多いです多分。だからなんか慣れれば大丈夫みたいな感じ。いずれ陽化粧、陽化粧全然陽化じゃない。こんばんは。良くなるタイプってか私もそうなんですけど、写真撮りたいですってめっちゃ先輩に話しかけるのめっちゃ苦手なんですよ。そう思いましたね今回のライブで。やっぱ行ってみるもんだなとは思ったね。写真撮ってくださいって言ってさ、嫌だなんて言われんやん。普通に考えて撮ってくれるじゃないですか。私も別に嫌だなんて言ったことないし、後輩に写真撮ってくださいって言われて、でその場でさ写真撮ろうってなって撮るわけじゃん。だってでその流れでゆずも撮ろうってなってさ、いい広がりだねっていう感じですね。おしりんさんの膝に座ろうチャレンジしてみて。いや無理です、それはそれはちょっとダメ、難易度が高すぎる、ダメです。
ばんは。あれはココちゃんにしかできないっしょ。無理だよ、あれはもうできない。難易度が高すぎる。こんばんは。あ、収まりました。今足のしびれが痛いよ。こんばんは。マジ見てすごかった、ありがとうございます。ありがとう、楽しかったです。とっても楽しかった。バンジまたやりたいですね、バンジージャンプ。いつかの機会にやりたいです、ね、もっと高いとことかないんかな。もう日本一高いって言われてるから日本ではないか、さすがに。バンジーがどんな希望出してたの？バンジーがなんて書いたかな、あんまりね覚えてないんですけど、でもなんかいっぱい食べたいって書いた、何かを。そう、いっぱい食べたいって書きました。多分 400m。 でもやりたいかも。全然好き、高いところ全然行きたい。でも取れ高的に面白くないよね、飛びたい人が飛んでもね。つまらんやん、ただただ楽しんじゃうだけだもんね。若尾タワー、スズランさんが飛んだことある。そうなの、やば。ちょっと待って、調べていい？やりたい普通に。すごいね。マカオってどこや、どこの、フィリピンとか。すごい、どこにあんの、マカオって。あ、中国なんだ。フィリピンとかだと思って。すっごい、めっちゃ景色綺麗じゃん。これは楽しそう、いいね、楽しいね。でもそんな高く見えんけど、本当に 400m あるのこれ。でも中国か、中国って行くのにどれぐらいかかるんだろう。結構かかる。香港、あ、香港、香港か。マカオタワー、タワー飛ぶな。223、変わらんやん。223は私が飛んだのと変わんないじゃないですか。ダメやん、ほぼ一緒じゃん。もうちょっと高いぐらいじゃない。でもすごい景色がめっちゃ綺麗。アメリカに321m があるらしい。いいね、行きましょう。行こう行こう、みんなで行こう、みんなで。みんなで順に飛んでいきましょう、ぴょんぴょん。行きたいですね。いいね。いや、みんなで行ったら楽しいよ、絶対。
でも割と一瞬だよ、本当に一瞬、めちゃめちゃ一瞬、本当なんかもう飛んだってぐらい、本当一瞬の勇気だけです、必要なのは一瞬の勇気が必要なだけ、本当にめちゃめちゃ楽しい。私なんかやっぱその下を向いちゃダメだよみたいな、まあ当たり前なんだけど、下向いたら本当に怖くなるから真正面見ていった方がいいって言われました。そうベッドに転がるみたいな感覚で行きましょうってちょっと片言なあのスタッフさんが教えてくれた。そうなんかすごいみんな多分どっかの国の方で、日本の方じゃなかったんですよ、スタッフさんが。なんか、なんかテレビに映ってた人たちが日本の方じゃなくて、すっごい片言だったの。なんかお姉さん行くよ、お姉さん行くよみたいな、ずっとなんかこんな感じのこと言われてて、そうちょっとなんか心配だったんですよ、大丈夫かなみたいな。そうこんなこと言うのも失礼なんだけど、そうすごい心配だったの。そう母国の方じゃなかったから大丈夫かなみたいな、なんか大丈夫ってちょっと心配だったけど全然大丈夫でしたね。ね最強準備みたいな、もうずっと片言片言そうずっと言ってきて、そうほんとそんなんだったんです、ずっと喋ってた何か絶対落ちないよみたいな、いや本当かみたいな感じだったけどね本当かって感じ、そう片言片言、まあそれもあって面白かったですね。カウントの取り方も早かったね。そうなんかもうね54321バンジーって感じでしたねマジ一瞬だった。えそんな早くカウントダウンするんみたいな、そうカウントダウンとかの問題じゃない、私がまだ飛びますなんて言ってないのにさ勝手にカウントダウン始めるんだもん、ダメだよねほんと勝手に始めてた。カットなしすぐ飛べた、え飛べました。なんか私普通に多分スタッフさんからのなんかもう早く飛んでくださいみたいな結構あっさりしてたんですよ、なんか本当に多分押せないくてそのもう飛べませんみたいな、そういうの大丈夫ですみたいな感じのあっさりしてたのよ、もう本当全体的に。私の前に飛んでた人も結構ピョンみたいなあっさり飛んでったから、いやここで飛べないなんて言えんやんみたいな、もう私も別に飛べたくて飛びに来てるからさ、別に逆にもう無理です飛べませんなんて言う予定はなかったんだけど、なんかもうそういう感じ、雰囲気がもうそういう感じだったんですよ、結構なんか時間もなんかもう詰まってるんでみたいな感じだったの、早く飛んでくださいみたいな、飛ぶなら飛ぶみたいな感じだったの。私なんか1時間に本当何人飛ぶって予約で決まってるから押すに押せない感じで、そうほんと結構ね、そうあっさりしてましたね、だからもう早く飛びましたなんかちょっと天気もなんかあんまり良くなくて、映ってる時多分そんなに曇り感なかったんだけど、私が飛び終わった途端雨が降ってきたのよ。そうなんかそれもあってよかったねみたいなスタッフさんと話しました。なかったんだけど、多分撮影してなかったから映ってなかったんですけど、そうだから飛んだらじゃあかき氷食べましょうみたいな私が勝手に話したら、その本当にねあのかき氷連れてってくれて、かき氷食べましたみんなで、スタッフさんも込みで、マネージャーさんとスタッフさんと
私で5人ぐらい食べましたね、かき氷。どこのお店か忘れちゃったんだけど、岐阜です。でも岐阜のどこか、そう、いちごのかき氷食べました。美味しかった。こんばんは。どこだったかな、岐阜のねどこかなんですけど、何市だったんだろう、分からんけど、岐阜のどこかにで食べました。器亭だって。どこなんだろう、分からん。器亭って場所です、岐阜の。なんか食器がめっちゃ売ってて、スタッフさん普通に食器買ってたよ、丼みたいな買ってました。美味しかった、めっちゃ。そう、いろいろ味あって、そう、私なんか中柳さんめっちゃかき氷好きらしくて、そう、すごい結構なんか一人で食べに行くんだって。そう、一人で食べに行くらしい。食べるのめっちゃ早くて、私めっちゃ待たせちゃって、ファンの人じゃないや、スタッフさんたち、めっちゃ申し訳なかった。あ、多治見かも。多治見です、多治見市、ここだ、多治見ですね。多治見ってとこ、そう、多治見ですね。多治見です、多治見、何回言う、多治見です。そう、器亭。多治見です。私が食べたのはいちごなんたらなんたらかき氷ですね。とにかくいちご食べました。私なんかあんまりこれはその大々的に言わないでおこうかなと思ってたんだけど、その収録した日がその高速乗ったんだけど、私がそこを通り過ぎた10分後ぐらいに多分事故が起きてて、名古屋の、本当にスタッフさんが危なかったみたいな話をしてました。そう、本当になんか私がもうちょっと早遅くそのテレビアイツさん出てたら、もしかしたら巻き込まれてたかも。そう、危なかった、その日だったんですけど、収録した日が。そう、なんかめっちゃ危なかったのよ。そう、本当になんかそれ私が通った後だったの、そこの道を。そう、よかったでしょ、本当危なかった。そう、結構なんかニュースにもなってて、そう、もしかしたらその事故で通れなかったかもしれなかったりとかしてたから、そう、通り道だったので、そう、よかったです、本当何もなくて。なんか結構、しかも早く出れ、早めに出れたって言ってたから、本当に時間通りに、もしかしたら時間通りに出てたら、もしかしたら巻き込まれてたかもしれない。巻き込まれたっていうか、その渋滞に巻き込まれるかもって、そう感じでした。雨の原因って言うんがよかったな。そう、私が飛んで車で本当かき氷屋さん向かってる時に雨降り出したので、本当よかった、危なかったです。よかった、本当雨の中飛ばなくて。こんばんは。
リアル天気の子、え、もうキャッチフレーズにしよっかな。リアル天気の子の石黒月ですって言おうかな。リアル天気の子、足が長い石黒月です。違う、手足が長いにしなきゃ。次の公演からそれで、いや本当にさ、キラキラスマイルまではいいんだけど、月のゆずの笑顔が から届きますようにまではちょっと怪しくない？19歳がそれ言うのやばいよね。ちょっといや変えたいとはまだ思わないけど、私がそれを言ってる未来がいつまで続くのかっていうのがちょっと怖いんだよね。言えるかしら、本当ちょっと痛いと思われそうじゃない？そっちの心配してんだけど、もうちょっとなんか淡々としたキャッチフレーズでもよかったかなって最近になって思い始めた。そう、同い年がリス側とかみかん大好きとか言ってるから大丈夫じゃない？すごいなんかディスってね。なんか煽ってないそれ、大丈夫？いやなんか勇気凛凛とかも可愛いじゃん。別にアイドルだからいいんだよ。届きますようにってさ、すごない？なんか月の友達ってなんやねんって感じなんだけど、まあ私のなんか名前が友達に月って入ってるからなんだけど、それが来てるのは、いや、よく考えたら月の友達ってなんやねんって感じじゃない？まあいっか。SKE だけなんですか？え、結構他の48グループもあるの？そのこういうほんと一人一人キャッチフレーズみたいな、絶対 SKE はあるじゃん、みんな何かしらあるじゃん。他も基本的にみんなやってる。あ、そうなんだ。なんか AKB さんとか結構なんか何県出身の○○ですみたいな、結構なんかあっさりとしたイメージなんだけど、割とそうでもないんだ。へえ、あるんだね。 AKB さんとかない子もいるよね。そう、なんかあるイメージあんまりないんだよね。ペンライトといい、こじはるさんがさっぱりしてるはず。埼玉県から来ました、こじはるなです。これでしょ。これ大好き。いや、あれはこじはるさんだから理由されるよね、あの言い方はね。こじはるな。面白い、生で聞きたかったな。こんばんは。あれ今あれですよね、向井地美音さんが使ってますよね、コンサートかなんかで、なんか使っていいよみたいな、埼玉県から来ましたのキャッチフレーズ使ってますよね。
いやでもあれだね、キャッチフレーズ変えるってペンライトとか変えるよりもなんか結構重大じゃない？そうでもないんかな。結構勇気いるよね。なんか今ってさ、なんかその、家なんかコールができない、返しが聞こえてこないじゃないですか。結構そのなんか替え時なのかなとも思っちゃうんですよね。そう、今変えるなら今かなとか思う、たまに。そのゆずだったらさ、届きますように、届いてるよっていうコールが前まであったけど、今それができないからってなった時に、果たして今のキャッチフレーズから別に変えてもいいんじゃないかなって思っちゃったりするけど、そのいいのが思いつかないの。そう、そのなんかこれ届いてるよが聞きたくてなんかもうやってるぐらいだからさ、もうなんならそうだから、それが今で聞けないからね。そうです、ジュリナさんのねキャッチフレーズめっちゃ好きでした。てか天才じゃない、名前使う系キャッチフレーズめちゃめちゃいいじゃん、最高だよね、めっちゃ良くないですか、羨ましい。40分になったら終わります。もう31分。はじめまして。あ、本当だ、初見の方だ、ありがとうございます。 SK ホテルチームのしぐれずきです、ありがとうございます。ゆずきさんがゆずほうだからゆずぼうできる。パクリやん、ただの、ただのパクリじゃないですか、それは。それはもうダメでしょ。ほぼほぼパクリやないか。でもリカちゃんのね、今のキャッチフレーズ好きなんだよね。一等賞ってよくない？一番じゃなくて一等賞って使うところが好き、私は。なんか一番より一等賞の方が豪華感ない？一等って言われた方がさ、いいじゃん。そう。一等賞って言っただけでさ、どういうさことか分かるじゃないですか、なんとなくっていうか、そのあこういう意味ねっていうのがめちゃめちゃいいよね。
本当キャッチフレーズってもっと難しいよね。いやでもね、エゴサして思ったんだけど、本当にいまだいるから、スニテンテン間違え、スニテンテンに間違えてる方たちが、まあいいはしないけど、逆にもうこの人たちはいつ私がスニテンテンの方って気づいてくれるかなっていう、もうちょっと楽しみにしてるのよそう、なんか別の楽しみ方を見つけようと思った時に、私が言わない限りいつ気づくか分かんないじゃん、その人が。だからいつ気づいてくれるのかなってちょっと楽しみにしてる部分はある。ちょっと待って、右足がしびれてる、今痛い。そう、まあ言っちゃえば発音っていうか聞こえは一緒なんでね、つにてんてんもすにてんてんも。ただまあ月って書いてついてるからさ、つに点々とならんかーとはなるけどそう、月だからつに点々ってそんな分かりづらいかと思っちゃうけど、そう、そう冷静に考えれば分かるはずなんだけどね、ちょっとね、まだ未だに知られてないらしくでも大体間違えてる人ってゆずぽって書いてくれて、その下に石黒ゆずきでハッシュタグつけてくれてるから、結局検索で引っかかるのよ。そうだから分かるの。たまに石黒ゆずきで、石黒に優しいに月の人とかたまにいますとか、なんか一回あったのが、日高さんのキャプチャーつけて石黒ゆずきってハッシュタグつけられてるのとかたまにあって、あれ私今日公演じゃないよねと思いながら、ゆずきさんのキャプチャーがなんか間違えて貼っつけられてたりとか、そうたまにありますね、そういう間違いね。まあ突っ込まないですけど、別に突っ込まないですけど、そう私結構 SK って名前かぶり多いやん、ゆずきに限らずいるからさ。そう、こんばんは。Z ユーだとずっぽいもんね。確かにね、そう Z ユーは多分すに点々なんだよね、そう本当はね、けど Z ユーらしいです、ついてんてんだと。それはちょっとよくわかんないんですけど、ゆずきさん、るかさん、あいりさん、みずきちゃん、あとあやかさんもいるやろ、あと誰だ、いやそれぐらい名前かぶってるのって考えると多いね。あ、リカもか、そうか、リカもあるのか。なお、あーそうじゃん、わーすごいね、結構多いんだね。 SKE ぐらいじゃないこんな名前かぶってんの。そうでもない、私がこのグループにいるからそう思うだけかな。こんなでも被ることってあるんだね、女の子の名前で。で、痛い。
でもなんかさ、その時代によってさ、わかります？なんかつけるさ、ブームみたいな名前あるやん。なんかこのね、年に多い名前みたいな、ない？女の子って結構あるよね。男の子もあるのかわかんないけど、流行りってあるよね。絶対漢字がこの漢字使われがちとかあるじゃん。2003年は何が流行ったんだろう。でも意外とまんべんなくいるんだよな。まんべんなくって言ったらあれだけど、あんまり被ってないんだよね、私の世代。君は被らないだろう。確かに君へってあんまっていうか聞いたことないですね。てか SKE に入ってからこんな名前いるんだってぐらい、全然出会ったことない名前にしか出会ってない。マリンとかさ、イソワンいなかったんだよね。そう、ルカもいなかったし、ヨシノもいなかったし、カホもいなかったな。逆に誰がいたんって感じだけどね。でもミサキちゃんいないよね、 SKE の。私ミサキちゃんめっちゃいたんだけど、同級生みさきちゃんいたな。すごい、みさきちゃん流行ってるんってぐらい、みさきちゃんめっちゃ多かった。そう、みさきちゃんマジ同じ学年に6人ぐらいいたんですよ。そう、いすぎじゃないってぐらい、そう、美咲って子がめっちゃいました。わっ、41分だった。じゃあそろそろ終わります。ありがとうございました。ではまた明日。明日ね、明日はお仕事終わりにやります。明日はショールームとちょっとだけインスタライブやります。9月もう終わっちゃうので、ありがとうございました。バイバイ、おやすみ、ありがとうございました。バイバイ、また明日ね、おやすみな。